皆さんこんにちは。お買い物中の皆さん、そしてお昼休憩中の皆さん、こんにちは。ここで時間をお借りいたしまして、二等弁当麻の訴えをここで行ってまいります。本当に今物価が高くなっています。物価が高くなっている上、賃金が上がりません。生活が本当に苦しいです。このままでいいんでしょうか。この今の社会を変えていかなければなりませんし、変えることができるのは令和新選組であります。今から鶴岡市議の草島市議会議員が応援演説を行いますので、皆さんご清聴ください。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。大盤でお買い物の皆さん、それから薬王堂の皆で、ご案の皆さん、それから JA の、皆様、こんにちは。私は令和新選組から立候補しております二等兵東馬さんの応援に駆けつけました、山形県鶴岡市、市議会議員をしております草島真一と申します。私は政党に属さない、全く無所属市民派、災害ボランティアとダム問題をきっかけに、この環境問題に取り組もうということで議員になりまして、二十数年活動しているものです。今回の選挙、皆さんまず皆さんの一票を大事にしてください。いつもこういう衆議院選挙、半分の方が投票に行ってないんです。投票に半分の方が行ってないから、お金でつるんじゃってる方々がとか、自分の方、もう本当に なんか自分の儲けにつながるから一票入れようみたいな、そういう方々の政治が強くていつも勝っちゃって、自民党ですけど、そういう政治がずっと続いてきました。そのために30年この国は不景気が続いてます。不景気が続くってことは、政治がダメだから不景気が続くんです。そして皆さん、裏金問題忘れないでください。皆さん一票投じるとき、裏金、そして脱税でしたよね。皆さんね、インボイスが始まっちゃって、小さな規模の商店の皆さんだとか、小さな事業者の皆さんから、もう本当税金の取り立てさらに厳しくなっているというのに、裏金で、あのお金には脱税でしたよね。そんなことがまかり通っているような政治でいいのかということ。そしてこの不景気の中で、まさに未来に希望が持てない、子供なんか作れない、それだけじゃなくて、年間2万5000人もの方々が自死してしまっている。まさに政治が、今の政治が希望どころか絶望を作り出しているということだと思います。なんとかこの政治を変えなきゃいけない。なんとか今のこの金が判断基準の政治を変えなきゃいけない。今だけ、金だけ、自分だけ、自分たちだけ、政治ってこういうもんだ、社会ってこういうもんだみたいな風に、私たちをコントロールしちゃってるこの政治を変えるのが皆さんの一票なんです。日本の常識って世界から見たら非常識いっぱいあるんですよ。先週私のスペインの友達が言ってましたけど、なんで日本の大学ってお金かかんのって。大学院まで無償の国なんて、スペインもはじめね、EU 諸国みんなやってんですよ、ね、日本ってそんなお金かかんのって。なんで大学行ってる人たちがその奨学金、何それ、何返却しないといけないのって、みんな驚かれますよ。それだけ金かけてないんです、教育に。そして税の皆さん、これほど農業にお金かけない国も珍しいんです。みんな所得保障して当たり前です。保護政策やっちゃ当たり前なんです、まあ、他なんかはスイカで頑張っておられると思いますけれども、
もっと手厚いんです。日本の山形の農業だって本当にそのまま次の世代につないでいけますか。私の鶴岡ではとてもじゃないけどってなんか廃業するとかそういうかそういうね、お米農家の方々結構たくさんいらっしゃってどうなのかなって不安なんですけど、もっとお金かけなきゃダメなんです。令和は今の2兆円ではダメ、4兆円、今の倍額の予算を農業にかける、これが政策の一つです。山形の農業は救わなきゃいけません。積極財政で救わなきゃいけないんです。教育も、そして私も介護現場いましたけど、介護で月給15万円とかだったんですね、私は。とても生活成り立ちません。介護だってプロのお仕事です。プロのお仕事としてきちんと認めて、ドイツはこれ月給10万円以上高いんですよ、日本の。それに見習って、月給30万ぐらいの給料にしなきゃいけません。肝心要なところにお金かけないで、で今なんか有事だなんだかんだ言って43兆円も何防衛費、あ、軍事費、え、ミサイルどこから買うのってアメリカの払い下げのミサイル買うみたいな、もう変なその税金の使い方になっちゃってる。これが自民党の政治ですよ。内向き、今だけ金だけ自分たちだけのための政治になっちゃってるからこうなんです。既得権益と言いますがね、え、原発産業、電力会社、巨大大手の自動車会社、そういう方にしか向いてないから、ほとんどの中小企業の皆さんは苦しくなってる。ほとんどのお仕事されてる皆さんは苦しくなってる。30年この不況が続いている。私たちの賃金全然上がってない。これは政治がダメダメだからです。このダメダメの政治を変えるのは今回の選挙です。皆さんのお子さんにも伝えてください。皆さんのお子さんにも選挙今回だけは行ってくれと言ってください。今回の選挙はこの日本の政治を根本から変える選挙です。裏金だけではない、金が判断基準で、今だけ金だけ自分だけの政治やったらますます不況は厳しくなります。皆さんの賃金上がらなくて、そんな状況のこの日本でいいですか。希望を作らず絶望を作って2万5千人が毎年亡くなる、自死してしまう、この日本でいいですか。皆さん、変えれるのは皆さんの一票です。変えれる皆さんの一票、皆さんが持っているチャンスです。皆さんの権利です。これを生かしてください。そして今回この令和からもうほんと何とかしなきゃいけないということで、二藤部東馬さんが大下町議だった二藤部東馬さんが立ち上がってくれました。山形からの空気読まない、ありがとうございます、空気読まない山本太郎のような令和の国会議員を生み出そうじゃありませんか。山本太郎、なんで私信頼してるかというと、あの能登地震の被災地にもう10回以上現場に行って現場の声をそのまんま国会で伝えてくれました。追及してくれました。あれほど真っ当な質問はありません。ああいうことができる政治家をもっともっとこの国会に増やそうじゃありませんか。令和の広報さん、みんな現場知ってる人たちばっかです。社会保障の現場、まさにその福祉の現場、障害者の現場、外交の現場、そして町議会議員としてまさに皆さんのここの地域の現場をよくよく歩いてきた伊藤友さん、彼だからこそできる発言があります。ぜひ皆さん、農業の未来のためにも、そして未来のお子さん方の希望のためにも、希望の日本を作るためにも、令和新選組、二藤部東馬さん、ありがとうございます。二藤部東馬さんに皆さんの一票、どうぞどうぞよろしくお願い申し上げます。そして比例は、令和、
何それって言ってる方もいらっしゃると思いますけど、ピンク色の広報サーカーとこのピンク色の旗です。ショッキングピンクってえっていう色なんですけど、東北この山形から初挑戦です。なのでぜひ珍しいこの選挙カーもぜひご覧いただいて、令和に比例は令和とぜひお書きください。新しい力が必要です。このもう本当今までのこう日本の常識はどうだってた政治を変えていくためには令和でブレイクスルーしなきゃいけません。令和で今の日本を変えなきゃいけません。ぜひ皆さんよろしくお願い申し上げます。それではお待たせいたしました、この令和新選組から山形で初の候補者二藤部東馬候補者から演説をしていただきます。どうもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。力強い応援演説をいただきました、二藤部東馬でございます。令和新選組二藤部東馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。大番の社長と名字が一緒、二藤部東馬でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私令和新選組二藤部東馬は大石田町で町議会議員として5年やってまいりました。子育て支援、若者の移住定住の支援、雪の課題などさまざま取り組んできましたけれども、行き着くところは財政の問題でございました。予算がない、予算がつかない、地方自治体は財政難、自民党は裏金祭り、これが失われた30年の正体です。失われた30年、一部の利権者、宗教のための政治から市民のための政治を取り戻す戦いです。地方自治体では今壊滅的な少子化、人口減少が起きています。お隣の大石田町ではピーク時人口1万人以上おりましたが、現在約6000人、将来推計約3000人となりました。ここ尾花沢市も将来推計6000人が予想されています。2050年推計約6000人です。これだけ地方ぶっ壊されてまだ自民党ですか。三大都市圏に人口が移っていく背景は何でしょうか。安定した雇用と賃金です。地方移住を妨げている一番の要因は何でしょうか。給与水準です。移住先には求める給与にない、生活の不安定さが根底にあります。失われた30年を取り戻す経済政策が急務。消費税の廃止、法人税減税のための穴埋め財源と言っても過言ではない。消費税をまず廃止する。消費税を廃止しても皆さんの社会保障にはほとんど影響がありません。そして社会保険料の減免、国民健康保険や介護保険は事実上の税金です。国民の税金負担率50年前の2倍と言われています。国費の負担を上げることによって皆さんに毎月重くのしかかる税の負担を軽減していきます。そして悪い物価高が収まるまでの季節ごとの現金給付、人々の生活を支えます。そして最低賃金の全国一律化、1500円の導入、今の最低賃金ではまともに暮らしていくことはできません。山形県の最低賃金、先月まで
900円、その前854円、さらにその前822円です。夫婦共働きでさらにもう一つ掛け持ちをして子育てをしている、新卒で入社できたけれども賃金が低すぎてもう一つ仕事を始めた、そんな声をこの山形県内たくさん聞いてきました。失われた30年を取り戻す経済政策です。裏金自民党には不可能です。そして与党なのか野党なのかわからない政党にも無理です。国民を救わない、地方を救わない予算案に賛成をした国民民主党、あれは何でしょうか。あんなもん野党ではありません。地方を復活させる、この国を立て直す、令和新選組がやります。東北にこそ積極財政、山本太郎と私二刀流東馬が先頭に立ちます。最後は最後まで応援よろしくお願いいたします。投票用紙1枚の目には二刀流東馬とお書きください。そして今回の選挙投票用紙2枚あります。2枚目には令和、ひらがな3文字で令和とお書きください。まだまだ皆さんのお力添えが必要です。どうぞよろしくお願いいたします。令和新選組二刀流東馬でございました。ご清聴ありがとうございます。